北口稲毛海岸駅は千葉県千葉市三浜区高須山頂目にある東日本旅客鉄道京葉線の駅である。駅番号は樹15。もともとは埋め立て地であったため、地名はなく、駅名の仮称は稲毛駅にちなみ、新稲毛だった。千葉トヨタ自動車やカメラの木村新稲毛店、京葉銀行、千葉銀行の新稲毛支店などは仮駅名の名残で、 開業後の駅名も、新井稲毛になるものと見越して使用していたものである。また、駅付近の高架にもその名残がある。開業後も、新井稲毛駅と呼期される場合がある。また、当駅の北側に、稲毛海岸という地名が実在する。高架下にはかつて、パターゴルフ場が存在していた。なお、千葉都市モノレールを穴川駅から延伸させ、稲毛駅を経由して、 当駅に乗り入れる構想があった。しかし、費用対効果が低いとして、2019年9月に、この計画は廃止になった。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。高架下には、駅舎があるほか、駅ビル、ペリエ稲投げ海岸がある。外観は、海岸の海をイメージした波模様があしらわれている。千葉ステーションビルが、駅業務を受託している新浦安駅管理の、 業務委託駅。自動券売機、自動改札機、自動生産機設置駅。2008年3月11日に放送装置がベルからメロディに更新された。メロディは定築性を使用している。2020年度の1日平均乗車人員は16,776人である。開業以後の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。 イオンマリンピアベーマークスクエアシティコートタワー、海浜ニュータウン、稲毛地区の中心である。千葉市花の美術館千葉海浜交通が運行する、路線バスが発着する。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。